どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、タウンホール5から6の方に向けた今回の動画となっております。その方たちに言いたいことというか注意点、伝えたいことをね、早速言っていきたいと思います。早速行きましょう。まずタウンホール5って、5、6の方ってね、やっぱりお気づきかもしれないんですけれども、クラッシュオブクランにおいて苗木、苗る期間ですね、苗木がですね、3回ほど来るんですよ。その1回目、それがタウンホール5に訪れると思うんですね。1回目、やはり金壁ですかね。金壁がすごいだるくて、でも2回目、3回目、濃い紫壁とドクロ壁なんですけれども、そこで結構やめる人が多数いるんですよ。ドクロ壁以上まで行っちゃうと、もうここまで来たんだから俺はやってやるみたいな感じで結構進める方が多いんですけれども、ほんとね、薄い紫壁を作るのが本当に萎えるんです。そこでやめる人がすごいいるんですよ。なので頑張ってくださいというか、それしかないんですけど、頑張りましょう。頑張ると、もう私も今ドクロ壁が結構90個ぐらい、100個近くあるんですけれども、頑張るとですね、本当村が本当にかっこよくなる。はい、なのでもう萎えないで、本当クラッシュオブクランっていうのは時間とともに強くなっていくので、それを信じてやっていくしかないですね。そしてタウンホール6の方はちょっと本当に言っておきたい。もうね、クラッシュオブクランっていうのはタウンホール7からが始まる、7からがちゃんとしたクラッシュオブクランが始まると言っても本当に過言ではないんですよ。なぜかというと、壁が一気に50個増えて、さらに防衛施設も、ウィザードの塔であったり、結構増えるのでね、あと、バーバリアンキングであったり、もう、あとは攻撃面では、アーミーキャンプが200体まで収容できるということになるんですよ。タウンホール7にすると。タウンホール8でも200体なんですね。なので、攻撃面がすごい強化されるので、あとドラゴンも作れますしね、攻撃面すごい強化されて、さらに防衛施設も、防衛設備、その自分の防衛の村のレベルも上がってくるので、すごい楽しいのがタウンホール7なんですよ。だからその楽しくなるにはどうすればいいかと考えた時に、やはりタウンホール7でしっかりと壁と防衛施設を上げてから、 ちゃんとタウンホール6の時点で、防衛施設とか、壁とかを上げて、しっかりと上げてからタウンホール7に上げると、そうしたことによってね、クラッシュオブクランが本当に楽しくなると思うので、一番楽しい時期なんでね、今タウンホール5と6の方は、なので、本当、頑張りましょうというか、頑張ってください。ということで、タウンホール5と6の人に伝えたいことでした。ご視聴ありがとうございました。